皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は大戦略大東亜攻防史3日本軍編、続きをプレイしていきたいと思います。今回はセイロン沖海戦ということで、まあ、これは日本海軍とあとは主にイギリス海軍との間で行われた、まあ、史実に沿った戦いになっているんじゃないかなと思います。実際の作戦内容はこの後ナレーション付きで、見ることができますので、そちらで確認していきたいと思います。で、舞台の編成の方なんですけども、今回はですね、まあ、海戦が発生する可能性が、まあ、高いのかなと思いましたので、主にですね冷戦、これをね、大幅に拡充しておきたいかなというふうに思っています。具体的には冷戦の3人型ですね、これを主に作っておきましたので、この冷戦の3人型、それとですね同じく艦長タイプになりますけれども96式の艦攻、これを作って、戦いに臨みたいと思います。で、海戦と言ってるからにはですね船もいくつか必要になりまして、今回はですねその中でも空母3隻用意しました。これは双流型の空母になりますね。それに護衛として、駆逐艦を何隻か用意しています。史実のこのセイロン島をめぐる戦いについてはですね、帝国海軍は空母赤城、それに飛龍双龍、それに五甲艦の昇格随格と5隻の正規空母を投入していたと思うんですけども、残念ながらお金がなくてですね、今回僕のプレイの中では双流型の空母3隻という体制になっています。まあ、なんとかねやりくりしながら進めていきましょう。では作戦の開始です。殲滅である。はい、というわけでここからイギリス軍艦隊との戦い始めていきたいと思います。何かの文献か雑誌かで読みましたけど、当時このアッズに気づかれていたイギリス軍の秘密基地、この存在日本軍は知らなかったみたいなんですよね。そのあたりも、まあ、日本軍がねちょっと情報戦で遅れを取ってしまっていたことをね如実に表している事例の一つなのかなというふうには思います。マップをまず見ておきましょう。我々はこのランゴーン、まあ、ランクンですかね、ここから部隊を出していってベンガル湾を渡り、目標コロンボですかね、ここを攻略していくということになりそうです。一応陸図隊でもつながっていて、カルカッタ経由でマドラスを経由しコロンボに到達することもできそうではあります。なので今回はそうだな、まあ、部隊としてはラングーンから空母3隻を出してベンガル湾でイギリス軍艦隊を捜索しましょうか。で、護衛としてつけられる駆逐艦の数があまりないので空母は主に直縁で持たせましょう。で、ここには艦載機冷戦の3人型とあとは96式の艦攻、これをつけます。一方陸路で、まあ、カルカッタを経由して部隊も進めておきたいので、ここはですね陸上機、陸上タイプの航空戦力を護衛につけて、少しね進軍の速度は遅くなると思うんですけども、確実に部隊を発進させておきたいと思います。空母に続いて陸戦隊を積んだ陸戦艇も発進させていきたいと思います。では始めていきましょう。はい、では部隊を展開しました。まず空母は艦載機を積んで発進、あと陸上タイプの戦闘機もですね一応ベンガル湾を偵察させます。それとは別にですね陸上部隊、これをまずネピドを経由してこのままダッカ、カルカッタへ向かいます。ここの護衛にも航空機をつけます。ポイントはですね装甲作業機、これもつけてですね、もし途中橋を壊されたりとかそういう状況が出てくるようであれば、直すなり作るなりしながら戦っていこうかなというふうに思っています。ではこれで進めていきましょう。まずダッカ周辺に敵の部隊発見してますね。イギリス軍の装甲車部隊になりますので、これ早速ですけども叩いておきましょう。爆撃飛ばしてこれを撃破しておきます。航空機をねだいぶ充実させたという意味では
まあ、大艦巨砲主義を突っ走った旧帝国海軍に比べるとうまくここまで、プレーの方を、ね、進められているのかなという自負はあるんですが、一方で生産の方にばかり力を入れてしまって、開発に、ね、お金をかけられていないという状況もあるので、ここはですね、できるだけ部隊の喪失がないようにしっかりケアしながら進めて、お金の節約というものも意識しておきたいと思います。ここに新しく、これは給油艦ですね。給油艦が現れているので、まあ、せっかくなんで飛ばしてきている爆撃機なんかを使って落とせる部分は落としておきましょう。早めに冷戦を 3-2 型にしましたよっていうね、お話しさせていただいたと思うんですけども、実は冷戦の 3-2 型にしていいことばっかりではなくてですね、冷戦の 3-2 型にしたことによって航続距離、まあ、飛べる距離の長さが短くなっているので、やっぱり陸上タイプに比べるとそこが大きく欠点として目立つようになってしまっているっていうのが冷戦の 3-2 型、このゲーム上でも顕著に見て取れるかなというふうに思ってます。なので、まあ、やっぱり空母をつけているので、空母にね、こまめに着艦して補給して、不良の事故でエネルギー切れで墜落するっていうね、そういう機体の喪失がないようには気をつけたいと思います。その点このね、陸上部隊は足は遅いですけど、確実に敵の拠点を潰しながらね、前進できる、補給しながら前進できるっていうのはね、いいかもしれないですね。ではいくつか敵の給油艦を発見しているので、この給油艦攻撃するかどうか迷う部分あるんですけども、まあ、見つけたからには攻撃を開始していきましょう。給油艦から潰しておきます。この後ね、給油艦を攻撃して魚雷を失った後、あるいは爆弾を落とし切った後に敵の本体が現れるなんていうことになると、まあ、目も当てられない状況にはなるわけですけども、まあ、ここはね、もう思い切って攻撃を仕掛けていきたいと思います。ではイギリス軍の船確認できましたね。ノーフォーク型、これは従順ですね。まあ、これから仕留めていきましょう。といってももう魚雷を使ってしまったので、魚雷を残っているのはこの96式の陸攻1機だけなので、まあ、回復してもう一度ね、改めて攻撃を仕掛けに来る必要があるかなとは思います。今まさに深夜というところなんですけども、陸でも海でも、戦闘が始まってます。オランダもね、部隊を出してきていますし、イギリス軍の艦隊も発見してますので、このまま双龍3隻の空母艦載機を使ってですね、敵の艦隊倒していきたいと思います。軽巡でロイヤル型、これオランダ軍ですね。まあ、それと同じものが4隻いますので、これの撃破。 あとはですね、ここにいるのが駆逐艦、これイギリス軍になりますけども、これも撃破をして進撃を続けていきましょう。陸の方なんですけども、ちょっと航空機の数が足りなくてですね、ちょっと押され気味になってます。なのでここはうまく陸上部隊を進めて、支援をねしていければいいかなというところですね。ノーフォーク型撃沈してます。さあ、コロンボの近くまで航空隊寄ってきてるんですけども、やっぱり今回ですね、冷戦の 3-2 式の戦闘機を多めに連れてきている関係上ですね、敵の船に対する攻撃はなかなか有効度与えられずに、まだまだ苦戦している状態です。本来だったらここ魚雷積んだ96式の艦砲、これをもうちょっと数揃えておいたら楽な戦いができたのかなっていうね、ちょっと反省があるかなと思ってますが、ちょっとここまで来てるので、もう無理にでも強引にでも攻略進めていきましょう。そろそろ陸戦隊もね、近くまで連れていきます。ただ敵の航空機まだ健在なので、爆撃にさらされないようには気をつけます。陸上部隊なんですけども、ダッカになかなかたどり着けないですね。ここの守りが本当に硬い。守る方はね、ここ一直線になっているところに部隊を集中して進軍させないようにすればいいので、まあ、比較的に守りやすいっていうのはあるんでしょうけど、
それにしてもすごく攻撃しづらいですね。なので一応ですね、もうカルカッタここを経由するのが陽動ということにして、コロンボの方にね上陸を仕掛けていきたいと思っています。なんとかコロンボで、ね上陸戦をうまく進めていきましょう。もう沿岸までね、岸までちょっとのところまで来てるので、このまま岸にたどり着いて上陸させちゃいたいと思います。で、上陸した後のまあ、いわゆる支援に関してはですね、この後しっかりと航空隊をね、差し向けたいというところですね。敵空母ハーミス発見してますね。これ撃破しときたいな。ちょっと無理してこの軽空母ハーミス撃沈しましょう。ちょい残しだな。ちょい残しですね。なんとかこれ撃沈したいけど、もう航続距離が届くものがない。となればこっから逃がさないようにっていうのだけ意識しておきましょう。ここにいるね、空母ハービス、あと2削り切れてないというところなので、ここはしっかり意識だけ持っておきたいと思います。ではこの後陸戦隊をしっかりと下ろしていきます。ここから陸路で入っていってもらいましょう。最後は伏見で敵空母ハーミス撃沈しました。これで主なね敵の海上部隊大半は始末したので、この後はねコロンボに向けて部隊をうまく航空機の支援を受けながら進めていければいいかなというフェーズになりますね。さあコロンボの目前まで迫ってきましたね。まだまだ敵の部隊残ってますけども、コロンボの攻略、これを強力に進めていきたいと思います。このままできるだけ早くね攻略して、実はあのカルカッタ目指していた部隊が壊滅的なダメージを受けているので、一刻も早くコロンボを攻略してですね、彼らの被害を最小限にしてあげたいなっていう、まあちょっとそういう思いもあったりはします。ではまず海軍基地一つ占領しました。本当はねここの飛行場欲しいんですけど、まだまだこの飛行場のところにたどり着くには難関がいくつかあるので、この難関をねくぐり抜けていきたいと思います。さて夜になりまして、イギリス軍この抵抗はほぼほぼ排除したんですけども、オランダがですね結構粘っていて手こずっている状態ですね。なのでまあ、オランダ軍に注意しながら、いよいよコロンボの制圧に乗り、取り掛かってね、行きたいと思います。でもちょっと方針を変えてですね、占領するのが難しくなってきている情勢もあるので、破壊する方向に変えていきたいと思います。まずはイギリス軍の根拠地、コロンボを撃破しました。もう一つオランダ軍のね、根拠地も。この後撃破しておきたいと思います。占領するには陸軍の歩兵をうまくここに運び入れる必要があったと思うんですけども、このポーク海峡にまだこれだけのオランダ軍の艦隊がいてですね、このオランダ軍の艦隊をちょっと相手にするのが難しいというのが現状になってますね。ではとどめの一撃刺していきましょう。もう残り敵の根拠地コロンボ、オランダ軍の都市はもう風前の灯火なのでね、この後破壊という形で攻略進めていきます。はい、最後は冷戦32型爆走で突撃させて空爆、これで全ての敵拠点の破壊が完了してます。占領じゃなくて破壊になってしまってます。まあそうだよね、今回それなりに被害も出てるし、占領できた都市の数も少ないので、まあ、6等というかなり厳しい評価にはなってますね。では続いてインド解放戦、こちらのプレイを進めていきたいと思います。いわゆるインパール作戦に該当する内容ですかね。ちょっと興味深いですが、ここは海戦というよりかはおそらく陸戦と空戦というところになると思いますので、しっかり編成してですね、次回インド解放戦をプレイしていきたいと思います。
い。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。